配信中です。ライブが配信中です。お、来たー。ライブが配信中です。こんばんは。ライブが配信中です。あ、ずっと待ってました。ありがとう。お晩でーす。はい、こんばんは。おーい、ありがとう。みんな来てくれて、あ、ありがとう。うおー、ありがとう。お晩でーす。お、みんなありがとう、来てくれて。本日は水曜日です。水曜日です。皆さん、お仕事とか学校とか終わったのかしら。終わって来てくれたのかな。あとバイトとかね。あ、お晩でーす。いや、何がおもろいねんってね。いや、ちょっと後で話せよそれは。なんかさ、いつもバタバタしちゃうの。でも言うてね、言うてでもインスタライブは1年ぶりです。はい、1年ぶりです。そうだよ、1年ぶりですよ。ありえないって。私ももっとやり、いや、なんか1年も経ってないような気がしたんだけども、なんだかね。お、お、仕事だった。仕事終わってお風呂入ろうとしてました。あ、なに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 。え、これ何、消したい消したい、これ消したい。あ、よし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 。そう、そんなに経ちますよ。そう、猫になりましたね、一瞬だけ。危ない、びっくりした。そうです、もう間もなく1年が経とうとしているらしいです。はい、いや、私もなんかもうちょいやってるような気がしたんだけども。そう、あ、ありがとうね、今日も前髪決まってるって言ってくれて、ありがとう。晩ご飯は何食べましたか？実はね、まだ食べてないんですよ。そうなの、まだ食べてないんですよ。皆さんあれですね、あの、ぜひなんか食べながらね、見ていただいて全然嬉しいです。はい、うん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 。何食べるの？だって、そうだな、なんだろう、なんだ、なんですかね。あー、お米食べたいです。お米食べたいです。お米食べたいですね。今ピーマンの肉詰め作ってる。いいね、美味しいじゃん。絶対大好きだよ、ピーマンの肉詰め。嬉しい。あ、髪暗くしたんじゃないですか。なんかさ、暗くしたんですよ。暗くしたんですけど、私ね、あの、か、なんかね、髪質的に色落ちしてしまうのがなんか結構早いらしくて、なんかね、すぐね、明るくなっちゃうんですよね。なんかね、あれだよ、結構ちゃんとしてるつもりなんだけどな。そうなの。いや、ライブ前にはもう一回ちょっと美容院行きたいなと思っております。そう、伊達ちゃん色抜けやすいよね。そうなのよ。だから、あの、なんかブログとかでさ、あの、髪染めました、ちょっと暗くしましたって言っても、なんかその1週間後とかになんかのね、写真が出るときに、さって出るときにはもうなんか結構明るくなっちゃってて、あれっていう。そうなんですよ。そうなの。でもね、ちょっと最近はこうちょっとね、跳ねさせてます。あ、でもさっき沸いたんだけどね。さっきインスタライブのためにちょっと沸いたんだけどね。そうなんですよ。ね、黒もね、可愛いよね。黒可愛いよね。そうなのよ。真っ黒にはでもする予定は今はないかな。そうね、そう、私がさっきね、なんで笑ってるのかっていう理由をちょっと話したいんだけどね。
こうインスタライブやっぱりするときにちょっとでもね、やっぱりこうあのちょっとメイクをしたいって、メイクをしたいから、ここに今ねもう映ってないはずなんだけど、もうねメイク道具がもう散乱していてそう絶対に見せられないっていう、そうそうそういやーね、すごいもうなんか綺麗にしてますって感じで行きたかったんだけど、なんかもうさっきもわーってやったから、映ってるよ、本当に映ってない、私のあれでは映ってないんだけど、映ってる映ってたら言って、すぐに片付けるからうん、ありがとう、ネイルを変えたのを気づいてくれてありがとう、嬉しい。ちょっとね、これは何色なんだ、なんかねちょっとなんかね茶色とかブラウン系がね好きだったんですけど、ちょっと夏っぽく、あのちょっと水色紫系に今はしてます。はい映ってる、本当に私の目に映ってる、嫌なんだけどやだ、恥ずかしいじゃんマットの水色なのかな、どうなんだろう、なんかちょっとねピカピカしてるやつにしてもらったんだけどね、そうこの間までね黒にしてたんですよ。そうなの、ライブだったらもうちょい変えるかな、ライブ前になったらもうちょい変えようかな、そうなんですよいやさ、一人で喋るのなんかあれだね、なんか無音なんだよ、だって自分の声がさ響くんだもん恥ずかしいね。ライブ前は何色にするの、そうだな、迷ってるの今。なんかね前のライブはあのちょっとこうダークっぽくね黒にしたんだけど、次がねちょっと迷ってるんですよね。そうな、またちょっと黒系でいくか、なんかどうしようかなってちょっと迷ってる。そのいつもね お店でね、私自分でやるのすごい下手くそだから、お店の方にお願いするんだけども、あのお店に行ってね決めるのよ、これ事前にこれこの色がいいなって言って持ってく時もあるんだけど、大抵ねそのお店の方で、お店の方にちょっと決めてもらうとか、かこれ可愛い、似合いそうですって言われちゃうと、あ本当ですか、じゃあお願いしますって言ってそれにしちゃうからさ、そうあのなんですよね。普段はねでもやっぱオレンジ系にすることが多いかな。そうそうそう、あありがとう、みんな嬉しい何時まで配信しますか。でもあ今日ねあのでもどうしようかな、1時間ぐらいできたらしたいなって思ってるけど、今日あの21時30分からだてラジありますので見てくださいね、あ見てください、聞いてくださいね、はーいお願いします、ありがとうみんな。炊飯器めっちゃ言われてる、なんで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 炊飯器ね、炊飯器今ありますよ家にありがとう聞いてくれて、ラテラジ聞いてくださいね、ぜひ、聞いてね、あれから炊飯器使いましたか、いやー内緒だよ内緒ですいやーすごいコメント欄が炊飯器でいっぱいだよ使ってないとは言ってないですからね、内緒です、はい、
え、炊飯器でピラフ作れるのでぜひ。ピラフいいよね、美味しいよね。作れるんだ。でもなんかあれだな、私はピラフよりかは先に白米を炊かないといけないだろうな、きっとな。うん。水曜日ですよ皆さん、どうですか。え、でもなんか今日めちゃくちゃ暑かった気がするんだけど、気のせいですかね。いやちょっとね、汗だくになるよね。私さ、あの自分の家、今住んでる家がさ、もうめちゃめちゃ暑いの多分。いやでもそうか、みんな暑いかみんな暑いか。なんかエアコンある、一応あるんだけど、なんかね、エアコンがそんなにね大得意じゃなくて、大得意ってわけじゃないから、そうなんかね、こう変な冷え方をしてしまう気がして、そうなの。いやだからね、つけてないんですよエアコン。そうで、扇風機とかも家にあるわけじゃないから、そうなの。でもね、あのなんだっけ、冷房、そう、そう冷房だ、冷房よりかはあのね、除湿の方が好きなんですけど、そうね、コメント欄にもある、コメントもある、あの除湿ってあの湿度を下げるからさ、なんか乾燥、めっちゃ乾燥しちゃうなと思って、全然つけてなくて最近どうしようかと思ってる。今はまだ耐えれるんだけど、そう、最近ね、冷房じゃない、除湿つけてたんだけどダメだと思って、もう今消してますね。そう、おすごい、夏でも加湿器回してるわね。加湿器私もちっちゃいの使ってますけどね、やっぱね、乾燥は夏でもするから大変だよね。え、仙台はエアコンいらないのか。いや、いるよいるはずだよ、確か私の家はつけてたぞそうだよね、家では熱中症になるから気をつけてね。そうだよね。あ、そう、除湿しながら加湿器いきますかちょっとやったことないな、その2つはどうなるんだろう。うん、みんなも気をつけてね、熱中症。元気みんなあ、やっぱ仙台いるよねエアコンね、いるよね。前ね、なんか毎年ね、どんどん暑くなってってるよね。うん、いやなんか小型の扇風機を持ってるんですけど、それをつけてますなんかね、それぐらいでいいんだよね。そう、ちょうどいいのが欲しい、それぐらい欲しいよね。ん、いつも元気もらってます、ありがとうこちらこそこちらこそですよ、ありがとういやそうだよ、なんか前髪ももうね、帽子かぶるときは全然気にしないけど、あの帽子じゃ外すってなったときにもうあーってなるからさ、そのときはもうしょうがないってなるけど、うん、もうさ、ちゃんとやろう、本当に。インスタライブ1年ぶりだって、やばいよね。いや、もっとしてると思った自分で。てかまだそんなに経ってないと思ってた、1年も。目覚まし用のさゆりんの音声欲しいですえ、じゃあさ、どういう音声がいいかなどういう音声がいいかな
全然考えたことないよ、自分の目覚まし時計なんて。嬉しいけどね、言ってくれるの嬉しいよ。ありがとう。あ、そうだ、スペースやったからかな。そうだそうだ、X の方で、あれはいつだ、結構前か、でもやったんだよ、スペースやったから。なんかその配信がそんなに久しぶり感がないっていうかもしれないね。それだ、絶対そうだ。いや、でもスペースさ、あれなんかすごい不思議だった。なんか本当に今自分配信してるのかが分からなくなるから、そう、大丈夫、これ本当になってるよねっていう、ちょっとね、そのドギったドキドキ ドギって言っちゃった、ドキドキとなんか汗汗する感じがありました。なんか、あ、スペース3ヶ月前？本当？ありがとう。すごい調べてくれたのかな？ありがとう。いや、いいよね、スペースね。みんなね、なんかみんなやってない？周りね。まだ1回しかできてないけど。いや、そうだよ。スペースでももう1回やってるのに、インスタライブはまだ2回目だからね、今日が。いやー、大変だよ、これ。そうだね、生活音も聞こえたよね。そうだそうだね、またやりたいですよね、またやりたい。月1くらいで、おお、面白いね、月1でやるの。 めっちゃさ、もうめっちゃ慣れちゃってさ、寝落ち配信とかやっちゃいそうだよね。ね、なんかやりそう。声聞こえなくなったと思ったら寝ちゃってましたって、大変だよ。そっか、電話してる感があるよね、確かに。いやー、確かに配信時間大変なことになりそうだよね。え、あれはスペース、前も聞いたっけ、なんかスペースってあれだっけ、なんか上限ないんだっけ。ね、神回になるか？神回になるか？ ならなそうだな。神回はならなそうだぞ。なんかもしご質問とかあればね、ぜひ。送っていただけると嬉しいですよ。嬉しいですよ。今8時19分です。8時19分です。ありがとう、みんな送ってくれて。何、質問ボタンもあるんだ。え、きゅうりは塩でこうつけて食べるのが一番好きです。はい、あと味噌、味噌かな、味噌、マヨネーズちょっとの味噌多めかな。逆も好き。ありがとう、みんないっぱい。マイブーム、マイブームは
何ですか、最近のマイブームは何ですか。パッと出てこないさ質問を拾っちゃうっていう。マイブームか、なんだろう。マイブームは何ですか。あ、でもあのね、入浴剤を毎日違うの入れる、好きです。入浴剤をね、毎日なんか今日はこれ今日はこれみたいな感じで使うのがちょっと好きです。はい、夏は湯船入れねえ。いやでもね、なんかあの暑いから私もあれをもうなんか肩までは全然浸からない、全然浸かる日も全然あるんだけど、ちょっとだけみたいな感じかな。入浴剤は何が好きで、どれが好きですか。いや全部好きです、もうね、何でも好きです。香り系はね、何でも好きですね。あの香水とかも全部何でも結構好きです。あんまりんっていうのはないかな。何でも好き。うわー、最近ハマってる曲は、あー最近ハマってる曲、緑黄色社会さんの曲をもうわーって聞いてます、わーって聞いてます。そう、これみたいなのがね、なんかね、もううわーって聞いてる、もううわーって聞いて、何回もうわーって聞いてる。茶碗蒸しと入浴剤どっち好きですかってどういうこと。え、どういうこと。どっちも好きだよ、どっちも好きだけど、なんかあんまりこうその2つが並ぶことってない気がする。あ、なんかさ、これ MBTI ってさ、なんか前なんかね、また来てるの、あれブーム、え、あれ分かんない、分かんない、ブーム過ぎ去ってないのかな、どうなんだろう、分かんない。なんかやったことあるんだけど、なんか変わったんだよね。そうそう、なんかね、なんかこの間なんかその話題に上がって、ちょっとやってみるわって言ってやって、なんか前とね違かったんだよね。そう、なんか違かったよ。なんか質問なんか質問内容さ、結構さね、ちょっとこう難しいじゃない。だから最初やった時はなんかこう結構こう直感で言ってたのよ。そう、直感でこうはい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 みたいな、結構その他のことはあんまり考えずにやってたんだけど、そう、そしたら、あ、やっぱ変わるんだ、結構変わるよね、あれね、変わるよね、やっぱり。安心した、ちょっと。そうそうそう、なんかね、大きく変わってはなかったの。なんかね、その4つの文字の1個だけ変わってたみたいな感じだったんだけど、そう、いや変わるよね、やっぱ。あ、変わんないなって人もいる。あ、何種類か性格混じってるからいろいろあるらしいよ。あ、だ、そうか、そうだよね、やっぱそうだよね。だってあれさ、イエーイっていう時にやったら絶対イエーイって感じになるよね、多分。どうなんだろう。で、逆にうーっていう時にやったらうーってなるよね、ちょっとね。いや、そうだと思うな、多分。うん。人それぞれ。そうだね、人それぞれだよ。あ、何回やっても同じの人もいるけどね。
そう、結構変わったなあれ。伊達さよりは複雑な性格なのね。え？え？褒めてくれてる？それ。でも結構変わる人いるってよ。結構変わる人いるよ。んだよ。そうだよ。ちなみに何だったの？何だったっけな？あのね、最初がやった時は、あのね、仲介者ってやつだったんだけど、この間やった時は、なんか、論理学者みたいなやつだった気がする。なんか学者みたいな、なんか紫色のやつだった。そう、なんかごめん、違ってたらごめん、もう一回やる、今度また変わってるかも、そしたら。新幹線で見てるんだ。新幹線で見てくれてるの、ありがとね、嬉しいな。論理学者ある、論理学者、ちゃそれだった気がする、それだった気がするんだ、あーそれだった気がするんだ。 INTP かな、 INTP かな、まあでもわかんないね、1週間後にやったら全然違ってるのになってるかもしれないからね。最近令和に物申したいことはどういうことなんだか、常に物申したい人みたいになってない。常に物申したい人って全然常に思ってるわけじゃないんですけど、最近は別にないかな。なんだろうな、でもなんか多分あるんだよ、絶対あるんだよ、絶対にあるんだよ、絶対にあるんだよ。アーカイブは残りますか？残ると思います。去年が確かすぐだったかはわからないけど、なんか私がね、なんか残し方がよくわからなくて、そしたらなんか残って、私のそのこの操作を間違わなければ残るかな、あ、残らないか。頑張ってちゃった。残らない、まだ分かんないです、分かんないです。みんな今見てみんな。みんな今見て、みんな見てほしい今。みんな見てね。いやもう30分経った強早っ、ありえん、ありえない。いや梅雨だよ、みんなほんと気をつけようね、梅雨ね、大変だよ梅雨。あ、 TikTok いつも見てるよ、マネージャーさんが喜びます。喜びます、あ、お辞儀してます、今こっちで。もうこうやってこうやってます、こうやってます。そうだよ、みんな梅雨来るからね、洗濯物ね、そうだよそうだよ、大変なんだぞ、梅雨は大変なんだぞ。どうだぞ、梅雨が終わったかと思いきや次は灼熱の夏がやってくるぞって感じですよ、本当に大変だよ、だよ、え、大丈夫これ、本当最悪なんだけど、お風呂入りながら見てたら落として音聞こえなくなった、防水伊豆何。大丈夫。ちょっと待って、ちゃんとあれ振らない方がいいんだっけ、なんか水出してね、ちゃんとね。
ありがとう。でもお風呂で見てくれるの嬉しいな、嬉しいな、みんないろんなとこで見てくれてありがとう。TikTok ライブの方がわかんないかも。やばい、どうする。やりたいけどな、どうするんだろう。なんか本当になんか本当にわかんないかも。どうするんだろう、勉強しないとね。本当に勉強しよう。ご飯食べてるんですか、みんな。食べて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 。冷やし中華はお好きです。そう、冷やし中華大好き。冷やし中華なんか仙台発祥なんですよね。ね、意外だよね。意外ですよね。なんか炊飯器よりも私はお鍋を使うな。全然そっちの方が使うかも。なんか好きなんだよね。そう、仙台なんですよ、あの冷やし中華。そうなんですよ。みんな食べてね、いっぱい。いや、冷麺美味しいよね。冷麺も大好き。美味しいよね。盛岡冷麺あるよ、食べたこと。大好き、大好きです。私めっちゃ食べてるよ。伊達ちゃんもたくさん食べて大きくなるんだよ。食べてるよ。別府冷麺有名なので調べてみてください。ほ、後で調べてみます。別府冷麺初めてなんか聞いたかも。ね、うどんいいよね。うどんめっちゃ食べちゃう。なんかうどん食べちゃうな。お鍋に最後に入れちゃう。ラーメン好きです、大好きです、大好きです。ラーメン大好きです。美味しいよね。どうしよう。何ラーメンが好きですか。あー、これはやばい質問だ。これはちょっとね、迷っちゃうね。日によって違いますね、好きなの。あ、今日これがいいな。なんかこれ、あの、もうぜ、味噌好き、なんか、何みたいな。なんかあの、これ、この味が好きみたいなのね、なんかあんまなくて。なんかあるじゃん、そのさ、お店に行くとさ、そのお店のラーメン、そのお店の味みたいなのあるじゃん。絶対そういう系毎回頼んじゃうな。おー、ありがとうみんな。うわ、北海道味噌バターコーンだったよ。絶対美味しい。ずるい、もういいとこ取り。もうそうよね、お店の一押しが美味しいよね。美味しい美味しい。あ、そう、麺はね、
く全部好きです。太麺も好きだけどね、選べるやつだと細麺にしちゃうかな。うん、なんでか分かんないけど細麺が好きなのかな。はい、あ、スタバ行ってないな最近。お、行ったか。いや行ってない。あれはスタバじゃなかった気がする。スタバではない気がする。スタバには行ってないと思います。すごい、もうめっちゃラーメンの話になっちゃった。そう、最近でもね、なんかちょっとなんだっけちょっとなんだっけ、ちょっと苦めのものもね、ちょっと飲めるようになりました。なんかそっちを取る日もある、取る日もある。ちゃんと話す。だってあと20分ぐらいしかない。20分ぐらいしかないじゃん。面白いね、もう面白いね。カメラの外で何が起こってるの。壊れてないよ、全然壊れてないよ。今日ちょっとあれですよ、全然まだ全然冷静な方だと思っております。面白い。面白かったこと教えてください。たまたま本当に偶然に絶対いないだろうなっていうとこに行ったんだけど、一人で伝わるかな。なんか知り合いが絶対いないだろうなっていうとこに今日用があって行ったんですけど、本当に偶然知ってる方がいました。そこでびっくりして、えっていう。10分ぐらい立ち話をしてしまいました。面白かったです。面白かったです。あ、なんで私が笑ってたのか、いやちょ、携帯が鳴っちゃった。こっち側の携帯が鳴っちゃったの。面白い、めちゃくちゃ面白い。まあまあまあ
帯は鳴るためにありますからね。はい、携帯は鳴るためにありますから。そうですよ。そうですよ。携帯鳴らない。なになに、急になんか変わったんだよ。なに、え、私なんか押した？あ、なに、私なんか、あ、こっちこっちこっち、ごめん、なんか変わった。え、私押した今。え、押してないよ。押したから鳴った。そう、それそうか。え、押した。え、今な、変わったよね、なんか変わったよね。え、やだ、え、怖い怖い怖い。なに、よ、やめてよ。ちょっと何？びっくりした。ごめん。そうだよね。みんなの方がびっくりするよね。いや、びっくりして、今、全然、なんかその、あの、普通にこうコメントをね、こうスーってやってたの。そしたらなんか急に、なんかドーンって。びっくりした。あらららら。いやでもね、2回目だから許して。インスタライブ2回目だから許して、許してほしい、許してほしいな。いやー、今のちょっと何がギャルっぽかった。ちょっと何は言わない、みんな。え、言わない。え、ちょっと何言わない、みんな。あ、家の洗濯が終わりました。じゃあ干してください。干しましょう。え、干したのかな、それ。干して終わったのかな。干しましょう、洗濯を。いやー、いらっしゃいませって言ってみて。いらっしゃいませー。あ、いらっしゃーい。いらっしゃいませー。いらっしゃーい。いらっしゃいませー。こちら全品 30% オフでーす。いらっしゃいませー。あー、お客様すっごいかわいい。お客様、こちらのお洋服とかすごいお似合いにな。あー、すごいお似合い、かわいい。よかったら、あの、ご試着とかどうですか。あー、かわいい。よかったらこちらもどうぞ。今、あの、公式アカウントを、あの、追加していただくと10% オフになるんですけど、あ、よろしかったですか。あ、すいません、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとう、みんなすごい褒めてくれる。うまい、うまいって、嬉しいな。嬉しいのか。あるよね、そんな公式のあれを追加していただくと、そこからさらに 5% オフです。あれね、すごいよね。嬉しい、解像度が高いって言ってくれてる。いっぱい、ありがとう。ありがとう。ありがとう。そうだよ。いや、面白い。あと15分ぐらいしかないんだけど。どうしようかな。あ、茶道の先生やる？茶道の先生。すごい嬉しい。茶道の先生覚えてくれてる方いた。嬉しい。あのね、茶道、あの、お茶をね、立てるやつの、あの、すごい先生がいて、
その人その方がもうあのすごいベテランの方ね、もうめっちゃベテランの方、よくね高校生の時にお世話になってたんですけど、その方のモノマネをなんか過去に何回かだけやったことがあって嬉しい、それを覚えててくれたのは嬉しい。そうでも何て言ってたっけな、その時どう何のセリフ言ったっけな、私何だったっけ、なんかね結構怒られててよく大作法がなってないって言われてた。そう、うん、全然なってないんだ大作法がって言われてた。そうすみませんっつってすみませんって言ってそうそう、なんかさお菓子もらえるのよ、その和菓子をね、和菓子もらえるんだけど、なんかその和菓子が本当に美味しいのよ。でこうなんかあの練り切りとかさ、なんかあんここのぐらいのね、ちょっとほんとちっちゃいの、ちっちゃいのをこうちゃんとこう切って味わってゆっくりこう食べるっていうのがこうなんていうのかな、こうならではというかさ、そういう風に しなきゃいけないというかしなきゃいけないとかしなきゃいけないんだけど、やっぱ美味しいからさ結構バクバク食べちゃうの、食べちゃってたの、食べちゃってたら、いやあんたもうあんた何もうそんな食べたの、なあだってお茶もまだ飲んでないのにとかって言われててお茶まだは飲んでないのにとかって言われて、あすいませんって言って、食べます、それでも食べますって言って食べてました。いやでもね本当にあのもう茶道歴何十年っていう方なんですよ。そう、ね、そうちゃんとねお作法を覚えられなくて、私はなんでかできなくて、そう、あーその泡その泡もとね、あの滑らかにしてねーって、すごい優しいんだよ、すっごい優しいんだけど、喋り方の癖がそうなかなかにやはりちょっと強めでして、覚えちゃってよく真似させていただいておりました。そう全然今茶道全然できないよ、全然できないけど裏千家ですあれ裏千家とかって合ってる、裏千流派、あれ裏千家でやってましたずっと。そうでも全然本当にもうできないんで、本当にできないの、マジでできないの、そうできないの。でもねそのおばあちゃん先生が立ててくれたお茶を何回か飲ませていただいたことがあるんですけど、いやめちゃめちゃ美味しいの、あのこの私でもあ美味しいって分かるぐらいなんか違くて美味しかったよ、すごいクリーミーすぎて濃厚で、これ本当に同じお茶って、私が立てたやつとね本当に同じって、同じやつで作ったやつかなって分かんなくなるやつ、うん、そうそうなんですよ。セリーン、はーい、はーい。なんだろうね、でも何がやっぱね経験ですよきっと。懐かしいなぁ、なんかすごい懐かしいなぁ。お抹茶ね、めちゃめちゃ体にいいもんね。リップはね、これはねどこだ、これはあのね今はね
ケイトのリップモンスターのあのねマットのやつ、スフレマットの08番、しかも見てるけどM08 番らしいですかわいいです、かわいい、マットかわいいなってなんか最近思ってました、思ってます。はい、それで今ねここら中にちょっと今メイク用品がちょっと散らばってますから、もうはいそうですよ、はい、いやー買います、お揃いにしよう、お揃いにしよう、あれ待って、サクちゃんじゃないか、サクちゃん、サクちゃん、サクちゃんおいでサクちゃん、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 嬉しい、来てくれるの、ありがとう、嬉しい、なんか吐き気の呼吸に緊張してきてもっと前からしろって、緊張しろって、さくちゃんおいで、さくちゃんおいでよえー嬉しいな、あー嬉しいよ、コメントまで、うわーちょっとこれはなんか自分で読み上げるのはなんかあれですけど、さゆりん今日も可愛い、ハートハート、ハートハートありがとうあー嬉しいね、嬉しいよ、さんちゃんありがとう嬉しいね、優しいなーいやーありがたいですね、そうじゃないか、さくちゃんは今度ライブですよね、あれ、うん、ライブだよな、ライブだ、ライブだよねそうだね、頑張ってください、本当に頑張って、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 頑張ってあ、え、ちょっとすごいコメント送ってくれるじゃん、さくちゃん嬉しい、髪型めっちゃ好きすぎるです、天使この絵文字ありがとう、嬉しい、ありがとう、頑張ってね、ライブ見るよいやー、いやでもね、あのね、会ってないんだよね、そう会ってないのよ、それこそ本当に最近、そうなの、あ、お会いできてないんですよね、そうそうそうね、今あれだもんね、ユニットだもんね、ユニットだからあのね合わないんだよね、そうそう、だから嬉しいよ、嬉しい嬉しい、うん、ありがとう、そうだよねそう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 、うん、いやー寂しいですよそりゃ、だってね今までみんなでやってたのにさ、ね、めちゃくちゃ急に人数減る、減るからさ、あれいつもいる子がいないってなるよねそりゃあれあれあれってもなる、いやー会えた時がすっごい嬉しいよね、さ、たまにね偶然あの会う、あったりするんだけど、そういう時にわーってなる、こう、わー久しぶりってなる、うん、ね、そうだよね、やっぱみんな会えてないよね、寂しい、みんなに会いたいです、そうだよね、会えてないもんね、いやー嬉しいですね、でもこうやって来てくれるのは嬉しいねいやー、あ、皆さん、ないですよ、宮城でもお待ちしてます宮城でもお待ちしてます
さくちゃんと、さくちゃんのあれの次だね、だいぶ次ですけど、そちらもお待ちしてますよ。あと5分ぐらいですね。早くない？え？なんか内容スカスカになってない？大丈夫かな？大丈夫かな？本日はまったりトークです。まったりトークでお届けしております。まったりできておりますでしょうか？いやー、そうだよね、そうだよね。仙台いろんなとこあるからね、お時間あれば、お時間ある方はぜひぜひ、本当はね、仙台市内じゃないところ、遠いとことかもすっごくね、やっぱり素敵なところがいっぱいあるんですけど、やっぱり車とかがねないとちょっとこう難しかったりするのかなって思うんですけど、なんかもしねお時間ある方、ぜひぜひね、市場とかすっごい美味しいお魚とかもあるんで、ぜひぜひ行ってみてくださいね。サユリンの下唇が好きです。なに、ちょっと。なに、嬉しい。ありがとう、嬉しい。そのなんかピンポイントでありがとう、嬉しい。じゃあいっぱいリップ塗るね。塗りまくるね。いや嬉しいよ、嬉しい嬉しい、こんなピンポイントで言ってくれるなんて。サユリンの右目が好きです。本当に？ごめん、どっち？どっち？今ちょっとなんか多分反転してるよね、インスタライブ。どっちだろう、どっちかな、どっちだろうな。ありがとう、みんなピンポイントで言ってくれて、やだ、なんか嬉しいな、ちょっとありがたい。これはもう私がもう全部読ませていただきます、本当にもう。うわ、なんか何、みんな何急に急に褒めてくれてありがとうね、嬉しい。もうインスタライブ終わるから、終わるからみんな褒めてくれてるの。嬉しい、ありがとうね。サイリンの笑い声の音圧が好きです。知らない、知らないよ音圧なんて。ありがとう、ありがとうね。ということで、これ自動的に切れるのかな、これ。切れるよね多分。え、でもなんかカウントダウンが出てないんだよね。なんか前カウントダウン出たんだけど、出ないのかな。出ないっぽい。じゃあ切れたら、切れたで、じゃあバイバイ。ぜひこの後30分後に伊達ラジありますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。はい、ぜひぜひ聞いてください。いや皆さん本当に今日ありがとうございました。すごい楽しかったです、来てくれてありがとうございます。なんかインスタライブやりますっていう告知をした時に、ね、なんか2点3点してしまったんですけど、この時間にお集まりいただきありがとうございました。すごい楽しかったです。実はですね、ここに扇風機がございます。小型扇風機がございます。私去年と同じ感じ、あ、去年と同じ感じ、去年もやったんです、これ1年前の。この風なびく感じいいよね。これはね手放せないです、もう夏は。ありがとうみんな、今日も今年も、今年もだって、今回もこういう感じで終わります。本当に、なんか終わる1分前ぐらいにやることじゃないよね、本当に。これはじゃあもう私が切っちゃえばあれなのかな、なんか邪魔だな、邪魔だな、君の出番じゃなかったみたいです。はい、なんかさ、嬉しい、ありがとう、みんないっぱい。ということで、じゃあまた
ね、定期的にやりたいな。またじゃあ、 X の方でもスペースとかもまたお時間あればやろうかなと思いますので、ぜひぜひその時遊びに来てください。遊びに来てくださいということで、ありがとうございました。さくちゃんもありがとうねずっと言ってくれてありがとう。じゃあね、バイバーイ。切ります。うん、切れる。